はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクセンに講師の運野ですそれではですね今日は、えー、令和2年度の司法書士試験、えー、最終合格のお二人を招きまして、えー、お二人とも2回目合格なんですが穴、えー、山さんと吉内さんです、えー、今日はですね模試の活用法についてですね貴重なお話を伺いたいと思いますそれではよろしくお願いします では試で、ね、まあ今年はあの少し延長期間がありまして、いつもとは違う年ではあったんですけれども、まあ今年といいますか、昨年、令和2年度ですね、えー、もしの受験については、自宅受験と、まあ、あのコロナの影響で、えー、自宅受験、えー、と教室受験というふうにです、ね、悩んだ年だったんですが、どちらで受けられました雨山さん僕はは教室です、はい 木ム、えー、さんはどちらで、あ、えっ、ー、と私も教室で受けました。やっぱり本番でえっ、ー、と周りに人がいると結構気が散るなっていうことも気づけたりしたので、あのできるだけ本番に近い状況で取り、うん、ときました。はい、えー、そうですね。レックではあのあの感染症対策を施した上で、あの教室での受験を模試についてはやっておりましたので、えー、じゃあ教室で受験をされたと。ではあの。 レックの模試だけを受験されたのか、それとも他社さんのものもあの受けられたのか、そしてもし他社さん、えー、を受けられたのであれば、まあ、レックとの比較ですね、レックの良かった点があれば教えていただきたいと思います。じゃあ穴山ささんんお願いしまますすそうですね、ま、ず私は、えー、と他さんは他社の基本的に まあ、受けてました全部ではないんですけれどもある程度はもう受けてましたで、えーとまあ、比較するとですねレックのはやっぱり点が取りやすいもっと言うとおそらくそのレ クの受講生であれば勉強したものがそのまま点数に結びつきやすいのかなっていうふうには思いますなんかこう問題があんまり荒くないテキストで勉強したものをそのまま、えー、問題として聞いてくるっていうストレートなものが多いのでなのであの、まあ、ちょっと自信につながるのかな私でも30点取れたとかあ,のあったのでそういった意味でこう、まあ、レックのが比較的こう変化球が少なくまあ え解きやすすかかったかなとは思います問題慣れしやすいとかあの同じ,あのじ自分が通ってるところのだ,だけだとなんかこう比較できないんじゃないかとか言われるんですけれども、まあ、基本的にその受験生って多分みんなこう自分が通ってるとこ以外の他者さんも受けてると思うのでおそらくその自分が全受験生の中での立ち位置ってあんまりあの問題が簡単であろうが難しかったろうが変わらないのであのなので僕はそのいろんな模試をまあ受けて同情破りみたいなことをしてました。<laughs> はいありがとうございますレックの点数だとどれぐらいあ,あ判定はもしいつもどれぐらいでした判定は一番いいやつですあれなん <S, S, S 判定 <S, F F <S, S 判定 S, S, <S はいわ、えー、かりましたありがとうございますじゃあキユさんはあの他社さんのものとレックとの違いどうだったでしょうかお願いしますはいえっ、ー、と他社さんのもえっ、ー、と 大手のところは大体受けさせていたただきましたで、えー、と直前期になるとあのかなりほとんどの受験生が、まあ、あのレックさんと他社さんと受けるっていうことであの他のところも受けといた方がやっぱり僕もあの自分の立ち位置がどれぐらいになるのかっていうのは分かるのでいいなというふうに思います。 でレックだと特にあの母数が多いので他者に比べて受けている人がでその中の集団の位置というのはすごく把握しやすかったですで、えー、っとただその判定は判定なんですけどあの言っても模試なのであの本試験とは違うなということはあの常に意識して解いていましたあのもちろんそのレックの模試だとその点数が出やすいということもあったりしたのであえてあの模試の会場の時で、えー、っと僕結構 あの入り口に近かったりすると集中ができないんですけど、あえて集中できない席に座ってみたりとか。えっ、ー、と本試験ではどこにあの席順がなるかわからないので。ええー、本当にいろいろなこうことを試して、まあ訓練の場として。あの模試を受験しました。でえっ、ー、と教室でそうですね、受験させていただきました。はい。じゃあ,あの木内さんもあの判定、えー、模試の判定はどれぐらい取られていらっしゃったんですか。そうですね。あのほとんど S だったんですが、あの一回だけ、えっ、ー、と。 基準点まであと1点足りずにあの判定が良くなかったということもあって、逆にまあ模試であの本当に厳しさを知ったというか、本試験の場でこれをやってはいけないということをあの肝に銘じたので、あの受けて良かったと思います。はい、ありがとうございます。じゃ、それではあの模試受験後にどのように復習されたかについて教えてください。穴山さんお願いします。 僕、これ、多分全くトーレンもそうですし、あの普段の勉強もそうなんですけど、紙に書くっていうことだけですね、ただ、そうですね、まあ、勉強法とはちょっと違うんですけれども、僕は自分の中で正直、もしでこう、例えば新しいことを何か覚えるとか、あの はあまり意識しててなくて模試でどれぐらい自分の弱点をあぶり出すかで炙り出したあの弱点っていうのをテキストに振り返ってあのまあ多分図表なんですよねその直前期の模試で点数が落としてしまうものって多分図表の暗記忘れとかあのまあ 自分の本当に図表の中でも弱いところ、ビークポイントがおそらく炙り出されてあの最後の2足を切れないとかなのであの、まあ、トーレンとかと比較すると問題足をそのまま書き写して覚えるっていうよりかはテキストに戻ってあのその部分の図表なり、まあ、一覧表なりを書くっていう、まあ、テキストに振り返って書くっていう作業にしてました。はい ありがとうございますそれではじゃああの木内さんは、えー、どのような復習をされていたか、えー、教えていただけますでしょうか。 はいえー、とトレントもかぶるんですが、もしも基本的にはその日のうちに復習を終わらせるということでやっていました。レックの場合だとあの講義、講義動画というかあの、模試の解説動画というのがあの配信されるんですね、でそれを聞いてであの、かなり講師の先生方があの分かりやすい説明をしてくれて、もうなんか分かりやすすぎて受験生みんなかあの理解できて差がつかなくなっちゃうんじゃないかというぐらいあの分かりやすい説明をされています。 いるので、まあ、そのあ、えー、とその後は、まあ、解き直しをしたっていうのもそうなんですけど結構これが本当に本試験に出るのかもしれないっていう意識は常に持っていたのが覚えていますなのであの直前期であの回す過去問のところで題材に入れたりとかそういったこともしました、はい、ありがとうございますではあのお二方ともトーレントもかぶるかもしれませんが。あの 模試の解き直しってしましたかあのちょっと時間置いてから解き直すってことをしましたか、あのー 削一はしてないですね僕、多分模試さっきもあの言ったんですけど、僕、模試で多分覚えることってあんまなくてあの、模試そのものよりも、おそらくそこから引っ張ってこなきゃいけない知識不足なんですよね、模試で取れないって。なので、あのまあ、テキストに戻るっていうことは意識してましたね。記述は、あのトーレンと同じく、一回解いた後に忘れた頃、まあ、僕らあのコロナ禍の影響で、ちょっと試験期間が伸びたので、伸びた間、その新規の模試をやる前に、 一回解き直すっていうまあペース三ヶ月ぐらいですかね開けて二三ヶ月ぐらい開けて一回記述計記述は二回卓一はえっ、ー、と本番の一回だけですねはいありがとうございますではあのきゅうさんは解き直しどうしてましたでしょうかお願いしますはいえっ、ー、と本番で解いた後はそうですねえっ、ー、と結構開けてからあの 1> 1回であと延期期間があったのでその時に卓一も一1回解きましたなので卓一は計2回解いてでえっ、ー、と記述に関してはまあ結構悔しい思いもしたところがあったので本当にまあ書けるようになるあの自分がまあ朝起きた瞬間にまあ解けるようになるぐらいまでやっぱりあの模試の記述問題というのは繰り返しやりました。 ありがとうございますそれではですねあの今あのこのお二方にです、ね、伺ったあの模試の活用方法今、受験生の方、えー、もです、ね、聞いてあこれ参考にしたいと思うことたくさんあったんじゃないかと思いますぜひです、ね、あの参考にして取り入れるべきところは取り入れて、えー、合格を勝ち取っていただきたいと思います今日はですね2回目合格の令和2年司法書士試験最終合格の穴山さんと木内さんを招いて、えー、模試の活用法について伺いました。えー、それではではすね今回の 模試の活用法のお話は以上とさせていただきます、えー、ご清聴どうもありがとうございました